吉田さん、ん想定外っって言葉は昔あったと思うんですよ。で堀江隆三さんがね想定内とか想定外とかいうのが、まあ、その流行語にもなったと思いますけどもあのなんかその想定外のことが起きないと時代や歴史って変わんないんじゃないかなと思うんですよ想定内のことだけでは人生も変わらないし何も変わらないのかなとそれはあくまでも想定内というね予定調和の中だと思うんですよあのまあ麻雀をしていてねよく思うんですけども いやこんな牌が来ると思ってなかったみたいなねそれは自分の限界だと思うんですよただ単にねだってマージャンやってる以上思いもよらないマージャンってないわけですよマージャンをこうやってやろうと思ったらねなんか剣が飛んできたとかないと思うんですよなんかその卓が壊れちゃったとかね確実に自分の知っている牌しか来ないんでそれで想定外とか予想外っていうのは、まあ、自分の限界なんだろうなと思いますけども、まあ、でもこと人生とかビジネスとかにおいては 想定でききないことが起きるからこそ大きく時代は変わったり人生が変わるみたいなね、うん、もちろん仕掛ける側もいて仕掛けられる側もいて仕掛ける側は仕掛けられる側の想定外のことばかりをやってくるという形でね翻弄すると思うんですけどもねあの確かね自買責業権がが、ね、来年から値上がりするんで,すよでなんで値上がりするかっていうとなんとね財務省があの 自賠責保険の積み立てから七千五百億円のうち六千億円をね盗んで、そのまま返さないことがこの前発覚して、で、えー、積み立てのお金が七千五百億から一気に一千五百億になっちゃったんで、これ自賠責保険の掛け金を皆さんからね負担していただいてる分を値上げしないといけないよねってことになったんですよ。ね盗ったけだけしいですよね。財務省は金を作ることもできるのに通貨発行もできるのに六千億を盗んで返さないというね結局国民負担という。 まさにこれが想定外ということじゃないかなと思いますよね。<laughs>